お客様からお問い合わせいただいたカメラの動作時間について検証した動画になります。ソニーショップセは店長の片山です。いや、お客様からね、 ZV-E10 APS-C サイズの一眼カメラなんですけど、それをね、発表会等で使いたいというお問い合わせでした。もう三脚に置いてずっと長回しでその発表会を撮りたいと、できたら2時間以上撮れるカメラが欲しいということ、せっかくなんで 4K 動画で撮りたいというお問い合わせでした。 HD 画質でしたら問題なく撮れると思ったんですけど、 4K 動画だとやっぱりセンサーが厚くなりますんで、ちょっと心配やなと思って、販売させていただく前に一度当店の方でテストをしてみました。記録方式は XAVCS4K、 記録設定は 30P60MB にしました。少しでも撮影時間長く撮りたかったんで、電気がかからないように手ブレ補正オフ、あと設定のところで電源オプション、自動電源オフ温度、これを高にしました。これによって少しでもね、長時間撮影できるようになります。1時間4分で熱マークが点灯しました。2時間撮影したかったんで、1時間でマークが出たのはちょっと辛いです。店内の温度は28度、27度、このぐらいです。あ、止まりました。1時間44分という結果になりました。ちなみにこれを撮影してたカメラは α7S Mark III になります。どこまで撮影できるのかやってみました。3時間49分で止まりました。撮影してて気がついたんですけど、カメラのまあ裏、液晶部分がね、非常に熱くなったんです。そこで少しでも放熱を考えて、液晶パネルを開いた状態でもう一度テストをいたしました。1時間を超えても熱のマークは出ません。目標の2時間を超えました。3時間35分撮影することができました。 SD カードの容量を超えてしまったんで止まってしまいました。 SD カードは 128GB を使用しました。熱のマークも出ていなかったんで、容量の大きい SD カードだとこれ以上ね、撮影できるはずです。液晶パネルを開けた状態と閉めた状態で撮影した時のね、結果がこんなに違うというのはちょっと驚きでした。ちなみに α7S Mark III で液晶を開けた状態で撮影してみた結果が、4時間29分、熱マーク出ず。こちらのカメラも SD カードの容量は 128GB です。大きな SD カードだったらもっとたくさん撮影できそうです。本当は 4K 撮影っていうものはね、まあ、作品撮ったりするものなんで、そんなに長回しするような商品ではないと思うんですけど、それでもね、長時間撮影したい時っていうのはあると思います。そんな時には必ず液晶を開けていただいて、バリアングルの状態で撮影していただきましたら、撮影時間が伸びます。お試しください。当店がテストした結果であって、撮影される場所がもっと暑かったりすると違う結果になってくると思いますんで、参考程度にお考えください。いやー、この ZV-E10 動画撮影にね、ぴったりのカメラです。このカメラ欲しいなと思っていただいた方、この動画の概要欄のところにリンク先作っておりますんで、こちらから購入の方よろしくお願いいたします。当店の実績になりますんで、私すっごい嬉しいです。リンク先から購入していただいた方は、
当店の方にご連絡ください。ささやかなプレゼントを用意しております。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。ソニー商品、ソニーのカメラのことでしたら店頭にて私片山にお尋ねになってください。今日は以上です。バイバーイ。今回のテスト、非常に私にとっても有意義なテストになりました。基本的に私 YouTube の動画で撮ることがやっぱ一番多いんで、撮影してもね、だいたい20分とかで撮れちゃうんですよね。20分30分もあれば撮れちゃうんで、そんなに長回しすることなかったんで、本当に勉強になりました。